ワン・ユージアさん、クオ・シェンリンと申します。名高いワン家の方と同室なんて光栄だわ。うん、そんな、私なんて全然ヘボリにいたから。リリー、あなたそろそろ講義でしょ。予習は分かってはいるんですけど、今こうしてお姉様のお顔を見ていられるのが幸せで幸せで。ダメだわこの子、完全にたるみ切ってる。まさかシュッツエンゲルになった途端にここまで緩むとは、迂闊だったわ。あら、ごきげんよう。ごきげんよう、ゆりさん。ごきげんよう。はて、ゆりさん、誰かと間違えたのかしら。あ、それカップルネームです。カップルネーム、これです。週刊リリー新聞の号外です。ほら、横に並べるとゆりって読めるんですよ。やだな、ここまでするまでない。まあ、この二人がゆり様ですわね。ゆり様ね、ゆり様ですね。お姉様、リリー、あなたにお願いがあります。はーい、なんなりと。レギオンを作りなさい。わかりました。え、レギオンって何でしたっけ。あー、フミちゃん。ごきげんよう。フミさん、お願いします。はい。レギオンとは基本的に9人1組で構成されるリリーの戦闘隊員のことです。ところでフミさん。お祝いありがとうございます。どういたしまして。けど、どうして私がレギオンを。あなたは最近たるんでいるから、少しはリリーらしいことをしてみるといいでしょう。リリーらしい。わかりました、お姉様。私、精一杯頑張ります。正直、リリーにメンバーを集められるとは思わないけれど、時には失敗も良い経験となるでしょう。私もお手伝いしますね。ありがとう、頑張るよ。では早速完了です。そういう意味では。では、まず同じクラスの人から当たってみましょう。うんうん。1年椿組は、あ、あの人は安藤和沙さんですね。私をリリさんのレギオンに、それは光栄だわ。六角しおりさん、不動拳の姫の異名を持つ使い手です。いいんですか。あの、私じゃなくてお姉様のレギオンなんですけど。現在はレギオン水友会の副隊長として活躍されて。え、そうなの。不覚です。そうなんですよ。素敵なレギオンができるよう願っていますね。なんだ、猫か。おにゃ、こんなところで何してるにゃ。迷子になったかにゃ。お腹空いてないかにゃ。猫があるから一緒にどうかにゃ。あなたたち、レギオンのメンバーを集めてるんですってね。え？あ、はい。イチさん、クスミさん、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう、リリー。あ、オラヤさん、アラブヒームでしたよね、確か。私のクスミに手を出す気？いい度胸だわね。クスミをあなたに差し上げた覚えはありませんけど。ソラハ姉様、リリさんからそのいやらしい手をお話になって。カエデさん。カエデ？ソラハ様はともかく、カエデこそリリに慣れ慣れしくない。なぜ、私とリリさんは同じレギオンですから。低層の危機からお守りするのは当然ですわ。カエデさん、ささ参りましょう。皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。
なんでカエデヌーベルみたいな凄腕があんなド素人と？所詮下心だけのつながりでしょ。アラヤちゃんがそれ言う？風俗すみ食わないで。次回はリリさんのお誕生日です。私は何をすれば。この子、餌は食べるのになかなか触らせてくれない。だったら今がチャンスじゃないか。しかし、寝込みを狙うのは卑怯。お前何する気だ？食うのか？食うか。だったら最初は低いハードルから挑戦するのは卑怯とは違うんじゃないか。それなら。その先しまえ。動物はそういうの敏感だからな。安藤たずさ、いつもこうだから仕方ない。ふーん、私吉村ティーマイ、2年生だぞ。いで、お疲れのようね、リリ。そんなことないです。全然。何か私にできることがあれば。リリさん、カエルさん。あ、ユイ様、ごきげんよう。ごきげんよう。どこに行ってらしたの？どうですこれ。何それ、まな板？タブレット型端末ですわ。へー、初めて見ました。この程度のもの、昔は誰でも持っていたと言いますわ。見てください、それ。6月19日、明日がリリの誕生日。へえ、ユユも購買部でお菓子なんか買うんだ。誕生日にリリが好きだというラムネを贈ろうと思うのだけど、買ったものをそのまま渡すのも粗雑ではないかと思うのだけど。よくわかんないけど、プレゼントならラッピングしてみたらいいんじゃないか。こんなものでいいのかしら。リリさんへのプレゼントですか。あなたは。失礼しました、ユユ様。私、リリさんのクラスメイトの六角しおりと申します。明日はお誕生日ですものね。よくご存知ね。クラスメイトのことは大体知っているつもりです。ラッピングならお手伝いしましょうか。私こう見えても器用な方なんですよ。いえ、こういうものは自分でやるものだと。もちろんです。私は口を添えるだけ。そう、それなら。いかがでしょう。いいと思うわ。あなたのアドバイスのおかげね。私はほんの少し口添えしただけですよ。ユユ様の真心が形になるように。できたら本物のラムネをプレゼントしたかったのだけど、どこで手に入るのか調べてもわからなくて。そうですね、瓶入りのラムネは今はほとんど作られていないと言いますね。でもリリさんの好物ということでしたら、リリさんの故郷なら手に入っていたということではないでしょうか。リリの故郷。ほほう、これが噂のラムネか。お姉様が
私のために。どうだリリー、嬉しいです。これ正門のそばにある自動販売機のラムネですよね。やはり知っていた。ええ、そうね。お休みの日にはよく買いに行っていたんですけど、やっぱりお姉様も知ってたんですね。そうは見えませんが、所詮私はリリが思うほど大した人間ではないということよ。え、そんな、ユユ様は私にとっては大したお姉様です。断じてノーだわ。あなたがそこまで喜ぶようなことを私ができているとは思えないもの。そんなのできます、できてますよ。じゃあもう一個いいですか。ええ。お姉様を私にください。はあ、リリさん過激です。どうぞ。はい。私汗かいてるわよ。ぶどう畑の匂いがします。やっぱり私の方がもらってばかりね。お姉様、リリー、お誕生日おめでとう。あ、ハレンジです。お姉様、妖怪です。わしが聞きたいのじゃ。ユユ様がハグ一つするのも不慣れなのは分かりましたから、リリさんも少しは抵抗なさい。リリ、おう。楽しそうね、マイ。こんな楽しいもの見せられたら楽しいに決まってるだろう。私にできるのはこのくらいだから。そんなことないぞ、ユユ。さっきタズサと決めた。今さらだけど、マイとタズサもリリのレギオンに入れてくれ。あいにく個性派だが。だから私じゃなくてお姉様のレギオンって。え、それじゃこれで9人揃っちゃいますよ。レギオン完成です。あらあら、これは嬉しいですね。おめでとうリリ。なんじゃ想像しひじゃの。マイは誰のことも大好きだけど、リリのために一生懸命なユユのことはもっと大好きになったぞ。リリ、はい。ま、今日のあたしらはユユからリリへのプレゼントみたいなもんだ。遠慮すんな、受け取れ。マイ様、タズサさん、こちらこそよろしくお願いします。これは汗をかいた甲斐もあるというもので。それはそうと、お二人いつまでくっついてますの。これからどうぞよろしくお願いしますね、タズサさん。かわいい。仙人でもそんな顔するんだ。実家の猫に似てる。かわいい。次回は最強のヒュージがユリガオカを襲います。一つ柳隊出動です。でもこれじゃ私がリーダーみたいじゃないですか。私はちっとも構いませんが。リリの働きでできたようなもんじゃからな。ま、リリはリリーとしてもまだちょっと頼りないけどな。まだまだよ。もちろんリリの足りないところは私が補います、責任を持って。よかったですよね。つまりいつでも私が見張っているということよ。たるんでいたら私が責任を持ってつっつくから覚悟なさい。はい。これなら大丈夫そうだな。なんて羨ましい。リーダーを続けたいのか。ユリガオカのレギオンってどこもこんななの。そうでもないと言いたいところだけど、結構自由よね。ともかくこうして9人揃った今ならノインベルト戦術だって可能なんですよ。理屈の上ではそうじゃな。それってこれだよね。何ですか。ノインベルト戦術に使う特殊弾ですわね。わあ、実物は初めて見ました。それな、むちゃくちゃ高いらしいぞ。そうなんですか。ノインベルトとは9つの世界という意味よ。マギスフィアを
9つの世界に模した9本のチャームを通し成長させ、ヒュージに向け放つの。それはどんなヒュージも一撃で倒すわ。できるかな、私たちに。今はまだ難しいかと。何よりもチームワークが必要な技ですから。ま、目標は高くと申しますわ。はあ、そうですよね。無効化するなんて、とんだヒュージもいたもんだわ。ほんとすいません、これもどうぞ。だけど、ヒュージの能力が拡大したのは本当にチャームのせいだけなのかな。そもそも
契約がなければ使えないチャームをなぜヒュージが操ったのか。次回は一つ柳隊に新しいメンバーが加わります。またお邪魔。